ったロシアのカップルでした。あと4組です。アメリカのカップルです。オリジナルダンスを終了して第3位につけているカップル、モーガン・マシュース、マキシム・ザボジンです。男性はロシア出身です。このカップルは2001年から組んだというカップル。世界ジュニア、じゃあまだ若いんですね。そうなんですね。世界ジュニアは2年連続2回目の出場です。昨年はトップ10に入ることができませんでした。そうですね、すごい進歩ですよね、はい、選んだ音楽はボレロです。そうなんですよね、この曲を聴いてびっくりしたんですけどもね、勇気いりますよね。そうですね、やはりトーベルディーンの曲って感じですよね。だ誰も使ってないと思うんですけど、時代が変わったんでしょうか。素敵ですね、はい、テーゼルモーターが合ってましたね。この女性の方が爪先までよく綺麗に伸びますよね、はい、こういう感じの時にシャープに、シャープで美しいって感じがしますよね。アメリカのカップル、モーガン・マシュース、マキシム・ザボジンでした。ですね、彼らは本当に大人っぽい感じもすごくしますし、はい、それから若さにあふれたボレロって感じだったですよね。やっぱトーベルディンたちの2人はどうしてもイメージしてしまうんですけども、はい、彼らは彼なりに素敵なボレロだったと思いますよ。何せトーベルディーンたちの伝説になってしまっていますからね。はい、優勝したのが84年のサラエボオリンピックだったんですけれども、男性の方が19歳で年上なんですが、彼が85年生まれということで、やはりその知らない世代ということです。知らないんでしょうね、だから使えるんでしょうね。そうですね、でも本当に素敵だったと思いますよね、はい、2人ともスケートの力は十分あるので、これからね、もっともっと美しくなるように、特に女性の方がなんていうんですかね、シャープな動きとかそういうのはすごく綺麗なんですよね。でつま先なんかもすごく綺麗なんですけども、柔らかい動きは多分苦手なのではないのかなという感じがするんですよ。激しい動きが上手な感じしますよね。
だからそういう意味、こういうとこも綺麗じゃないですか、はい、だからそういう意味で磨いていくといろいろなダンスもできるようになると思いますよね、将来楽しみなカップルの一人です、一つですよね、このティーズルも上手でしたよね、よく合ってますし、ジュニアのグランプリファイナルでは第3位、銅メダルを獲得しています。2人とも本当エッジワークが綺麗ですよね、スッ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 とよく滑ります、うん、そうですね、はい、大きく今年進歩してるんでしょうね、そうですね、まあ、1年で変われたカップルですよね、そうですね、本当に。女性は16歳です、男性は19歳、ロシア出身、そして男性のお母様がコーチであり振り付けを行っています。得点が出ました。テクニカルメリットとリクワイアードエレメンツ、すべて5点台、 5.1 から 5.5、 そしてプレゼンテーション 5.3 から 5.6 でした。大体揃った評価ですね。そうですね、いい点数が出てましたね、素敵なナンバーでしたね。そうですね、はい、そして全てのジャッジがここまでの2位をつけ